あ、ここでよしだと大型入れるんだ。あ、大型行けるんだ、ここでよしだ。はい、ここ吉田ですね。吉田石油2号線の林間インターの近くできた。ここね、僕2号線から見たらね、なかなか大型がね入るとか大型の洗車機があるとかね、分からなかったです。やっぱ新しいガソリンスタンドいいですね。こっち側行ったらあのコンベックスとか、あのマスカットスタジアムの辺の、視聴者さんですね。はい、これが2号線なんですよ。ここがね、大型がね、僕入れないんかなと思って、で入ってみたら大型の洗車機ありましてね、大型の駐車場もありますし、シャワーもあります。ありがとうございます。吉田石油、まあ、ここもともとねマクドナルドがあった場所ですね。2号線上りからも来れるし、2号線下りからも来れて、こっちのコンベックスマスカット球場の方面からもね来れます。トラック駐車場、シャワー専用駐車場だって。これが事務所かな、シャワー。いや、やっぱりね、できたばっかりだから絶対綺麗なんですよ。トイレも綺麗だし、喫煙所、これシャワー入り口だって。今日は許可をもらってね。やっぱり綺麗。ほら。ほんま多分ね、穴場だと思うよ、みんな。ここの吉田石油。あ、すごい、女子のシャワー室もありますし。だって男子のシャワー室が2つあって、結構こんだけのシャワー室があったら、待ち時間ないと思うか。いや、ほんまにシャワー、2号線でシャワーするとほんま穴場だと思う。すげえ、めっちゃ泡が出てる。泡がめっちゃすごいな、泡が。すげえ、めっちゃ発水してる。道に出て、ちょっとトレーラーは厳しいかもしれない。ここから出るのは単車大型は行けるかもしれんけど、一旦、そっか、あっこが大型の枠が3つもあって、大型の洗車機があって、シャワーがね、あの3つもあるのって知らなかったっすね。結構ね、シャワーとかね、多分並ばなくてもね行けるんじゃないかなと思います。綺麗だしね。頑張れ。ロック。え、めっちゃいいが。何？ロックティッシュ。え、めっちゃいいが。最高じゃが。ロッキー。イエーイ。じゃあさ、鼻水で取っても。で、あとこのガラガラを。おにぎりシンプルになって入れとこ。はい、3つ。この3つください。はい、どうぞ。うん、はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。なになに、で、どうぞよるよ。こっちにあるぞ。ポップコーン食べ放題だって。いる。はい、どうぞ。ありがとうしてよ。はい、
皮が硬い、生きる頑張れ。黄色がいいの？黄色がいいの？ズボってはい、違うやつ、あーちぎれた、悲しい。あ、こんにちは。どうですか、新しい。めっちゃいいです。あ、いいです、めっちゃいいです。本当によかった、走りました。やっぱりね、そうなんですか。どれがいい、鈴木っていうか、まあ、松田も一緒なんで黒と言ったらいいんだけど、黒すいません。前の見てた、一番最初に見てた綺麗が、はい、お、上手、イエーイ、めっちゃ取れた、やった、やった、そのまま、そのまま、あ、取れた、今の顔食べたい、何個いる？ん？お母さんいるかな？え、一人一個頼めるんですか？え？やったうん、もうそんなわがままは聞かないって言っといて。なんなんその揺れは。体の揺れでいく感じなんだ。テーブルまでお持ちします。いいですか、はい、すいません。ありがとうございます。ワッフルは3本ありに。あ、そう、1つのお皿だけにしとってもらったら。やった。すいません。ありがとうございます。あ、モデル？うん、いいな。学校でさ、見て。赤旗と赤旗取れないって男子が言うの。ちょっとよくわからない。赤旗取ったら遊べない。そうな。どう？食べて。うどん。うどん。うまみと、うまみと、うまみと。おいしいよ。何が？揚げだけ。これ。ん？ああ、天かす？天かすぴょんぴょん、おいしいで。2杯目食べます。髪の毛。髪の毛。あれ？じゃない。あ、いい色じゃが。うん、いいな、ほんとな、うまい、うまいわ。ん？ん？かまぼこ好きだ。え、いいの？え、いいの？かまぼこ好きやった。ばあ、バゲたのに言ってくれるよ。まあ、ちょうどいいよ。もう終わったか。かまぼこだけくださいって言ってくれる。かまぼこ入れてください。おい、かまぼこください。運動はできる。わかるよ。ちょっと歩いて。そんな変わらないっけ。そんな変わらないっけ。普段多分仕事で動いとるとかそういうのもある。毎日動いとる。家じゃなくて。そんなねえわ、絶対。1キロはねえじゃん、駐車場の。大丈夫？うん。ダーリン。なあ、今からどこ行くん？今から？うん。丸中に行きます。じゃあねえ、惜しい。天？天屋か。天満屋。あ、天満屋か。そう。
店前の北海道物産展に行きます。そう、北海道、今日ばあちゃんもおるし、ひーばあちゃんとばあちゃんか、ひーばあちゃんとばあちゃんも一緒です。イエーイ。もういろんもういろん、めっちゃこういろいろあるよ。あ、1100円から。かわいい、すごい。クランベリーさん、ホテル、うん、はい、重い、めちゃくちゃ重い、うん、持とうか。あ、ほんまじゃ、持つ、落とさんようにな、重いじゃろ。え、すげえ。え、どういうこと、ひじきおにぎりがってこと、違うんじゃろ、ひじきがってことやろ、うん、ひじきがだろ、うん、あ、こっちか。え、なにこれ、数の子松前漬け、こっちが、こっちが黄金松前漬け、どう違うん、こっちは数の子小さいです。あ、小さいのがいっぱい入っとって、で、これが、まあ、普通の大きいやつ、そのまんま、で、こっちがイカ刺し松前、あ、イカ刺しが入っとるやつ、うん、ほんで昔ながらのやつ、あー、うん、できるもん。え、どれ、ちょっと手に入れて食べたい。あ、今日はないよ、ここ。はい、ありがとうございます。うん、いいよ、食べな。うまい？特に頼んだらいい。え、ほんならこっち買う。ミユは。じゃんけんも食うだろうし。じゃあ、これ一つとちっちゃいのも一つください。はい、コロッケを2つ、はい、牛肉が2つ、古本市場、なんかラジコンとかのコースとか、ミニ四駆のコースもあるらしい。ミニ Z ラジコンのね、コースがすごい、これミニッツミニ四駆、一日中すごいね、時間なし、一日中遊べて、その値段安い。なんかドリフトタイヤ専用で今日はね、やってみようと思います。四三手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